なのにって、そう。カチャってなるんよな、あれ。マジで、そうそうそう。あれ、誤解されるからもうやめた、ほんまに。よくない、あれ。うまくなってから使うわ、さすがにね。ねえ、時間早いよね。もう5時半だよ。時間は早いもんで。お楽しみー。ぽいわや。あー、うまい、それは。そんなに距離チェするか。それやれそうじゃない？そんなに距離チェするとは思わなかった。出歯打たれたら終わりやな。あぶね。待って、1台つけられる前に、つけたい！よーし、オッケーオッケー。これ十分。飾りで？飾りで、飾りでもええなら持っとくで。見回しかな？ルチルさん、こんにちは。遅れちゃった。ありがとう。来てくれてありがとうございます。全然ええで。久々の配信ということでね。うまいね、離れるの。あ、後ろにもおるけど、フェリックスか。まあ、どっちみちユイちゃんがオブセッションやから、誰狙ってもええねんけど。あ、6まで行く？届け。まあいいや、牽制になった。飛ぶんじゃない？メンタル強。鋼や。おー、すごい。そんなにピックとチューしたかったんか。さあ、また共鳴つっちゃうよ。共鳴つっちゃうよ。マジ、一発で外れるとかやめてね。自分が嫌いやった時は一発で外れる。マジで。毎回やから。やめよう。そういういじめはやめよう。ゲーム内でできないならリアルで。リアルで懐中電灯持って。やばいやつやって。シンプルにやばいやつや。わあ、怪我の巧妙か。A パーク持ってんね。うん。左のパークなんですか？左はね、とどめの一撃っすね。ジェネがついたら、1トークン溜まって、まあ、最大5トークンなんですけど。攻撃射程が伸びるってやつやね。さあ、トラバサミ巡回していきたいな。やってるかな。ジグソーボックス周回していきたい感ある。やってそうやけどね、こっちらへん。やってないかな。あ、やってないのか。あ、ローリーは外れたと。向こうに多めやな。誰さん？アダムさん。離れろ。よし、偉い。このアダム分かってるね、でもね。こうやって届く。偉いね。めちゃ距離チェするね。めちゃめちゃ偉い。どうも。嘘、当たんなかった。ごめんね。最近リンちゃん練習してるんですけど、おすすめのパークありますか？まあ、リンちゃんはね、まあ、ズサンは結構強いと思いますね。やっぱり定番やけど。ズサン、まあ、ズサン共鳴はもう定番で強いですね。まあ、イラプション、まあ、別にもう結論言うなら、もう最強パーク、もうキラーの最強パーク4つあるんで、もうシビト共鳴、海イラップっていうね、まあ、あるんですけど、まあ、リンちゃんはね、4.4 なんで、まあ、イラップ入れるんがちょっとめんどくさいよーっていう人は、シビト共鳴の方が、強いかな。シビト共鳴、ズサンバベチリとか超強いと思う。まあ、ズサンバベチリの相性がめっちゃええんよね。あとアドオンでメガネかな。最近アイビルがバケモンみたいに強いから、結婚見るだけでやれるっていう、まあ、ウルレアのメガネ
個人的にはまあおすすめしたくないぐらい強いんですけど、正直ね。さあとどめの一撃撃っちゃうよ。いやこれ撃たなくてもいいな、いけるな。ため攻撃してないからトークンは減らない。リンちゃんの初期スキンほとんど服着てなくてかなりエッチじゃないですか。まあリンちゃんは初期スキンが一番ね、何気にね初期スキン人気あるからね、あれなかなか際どい言うてね。まあアダムはちょっとちょっかい出すだけでええんやけど、アダム小屋の方で解除してないかな。誰がいる？あー、ユイか。ユイは別にどっちでもええな。うん。君はどっちでもいい。ここで見つけたいんは、フェリックスとアダム。アダムニキ。ヤクトラ解除してるんじゃない？ちょっとちょっかいかけたいな。外れる前に。よーし、でかい。これちょっかいかけて。よし、とどめの一撃強っ。今の届くんか。ゆいちゃん見つけた瞬間テンションでいくさ。いや、オブセッションやもん。オブセッションはいらない。つけちゃって大丈夫かい？待って、今ついた瞬間にため攻撃で殴っちゃった。もったいね。うまい。壊さないと始まんないかな。いけそう。いやでももう一回ちょっかいかけたいな。あそこ治ったんかな。あー、お亡くなりになった。ナイス、ヤクトラでお亡くなり。一人出ました、犠牲者。ありがとうございます。さあローリーちゃんもちょっとまずいんじゃない。オッケーオッケー。これでアダムも、ヤクトラ起動する。ローリー多分ね、固有側のね、ヤクトラを多分、固有側のトラバサミ？こっち多分解除できてないから、多分こっちね、張ってたら多分飛んじゃうと思う。多分ね。この二つ多分解除してないはず。あー、ユイか。ユイはいいわ。ユイだけは、興味ない。あー、救助したのがローリーか。ん？ワンチャンキムレイの可能性あるな。わかんない。まあでも多分ローリー解除すると思うよな。こっち側で。しないかな。まあやっぱローリーしてる。まあダウンだけ取っとこうか。これは飛ばさない。フェリックスさん。ヤクトラどっちもついてるんでね。固有ライターってあったっけ？ないな。よし。さあ、ゆいちゃん見に行こう。これでようやくゆいちゃん。あ、不滅ね。はいはいはい。いいパーク持ってるね。ただ、ローリーもう一回邪魔しに行くよ。ワンチャンフェリックス起こしてるかもしんないけど。やってるね。もう一回邪魔する。オッケー、これだけでいいや。ゆいちゃん、まだ出番なかった。フェローリー逆たら絶対やばいんで。もう一回ぐらいちょっかいかけたいな。もう一回かけて。フェリックスは反対側の逆たら行くかな。あ、ローリー死んだ。どうも。あ、ゆいおったな、今。いや、この子放置しよう。ん？どっち行った？こっちか。この邪魔の仕方は嫌よ。これはだるいぞ。またコメント欄見よってどっちに行ったか分からなかった。こっちか。いやらしいっしょ。ワンチャンフェリックスもこれ、お亡くなりになるで。ワンチャンね。まあ、だいぶね、ゲージ進んでると思うから、多分こっち側、
向こうの固有の方で解除できんかったら多分、処刑されるね。離れる？離れない。あー当たんない？まあ、いいや。これは一発もらえそうやね。オッケー。で、釣っちゃいましょうか。釣っちゃって、フェリックス多分2個目ぐらいなんじゃないかな、今。ランナーさん、こんにちは。ってことは、あの2個で多分解除できてないから真ん中来てるんじゃない？真ん中の逆トラ。あー、お亡くなりになった。お亡くなりでした。でもだいぶタイマー、進んでたっぽいね。改造タイムあるからね。 GG や。ピックのいやらしい圧かなりだるいっしょ。めちゃめちゃだるいと思う。だいぶ向こう側に固まってたね、ジグソーボックスが。まあ逆トラでやられちゃったからちょっと評定はま、評価はちょっとまずいけど。